はいどうもこんにちは、カジマックです。この前からお話ししてたモバイルルーターをポチりました。前にお話しした通り、僕モバイルルーターにお金かけたくないんでね、少しでも安いものをと探し回ってやっと決めたわけです。なんで結果的に現状最強のモバイルルーター MR03LN は諦めました。ただ結構これいいかもって思えるもの見つかりましたんで、さっきポチってきたばかりです。でそのモバイルルーター何をポチったかというと、結局いろいろ迷った結果、ドコモ HW01F をポチりました。これ2014年10月18日現在で1万6000円でした。本当は1万円ぐらいで買えるものないか探したんですけど、結局見つけることはできませんでした。詳しいスペックなんかまた商品届いてから動画撮りたいと思います。一応下にリンク貼っときますんで、気になる方はチェックしてみてください。で今日の動画なんですけど、モバイルネットワークを使っていくにあたって、ちょっと細かいお金のお話をしたいと思います。でもね、最終的にはだから何ってなるようなお話になると思います。なんで今回もあまり参考にならないお話になりそうです。で今回はお金の話です。モバイルネットワークのサービス自体のお話はちょっと置いといて、料金についてだけお話ししていきたいと思います。一昔前に比べるとめちゃめちゃ安くなってるモバイルネットワーク料金なんですけども、それでも毎月決まった出費っていうのはやっぱり痛いものですよね。今回僕が血まなこになって安いモバイルルーター探していたのもそこに理由があるわけです。これこの前お話しした内容と被るんですけど、僕が契約中のプララモバイル LTE 定額無制限プランは月額2980円とそこそこお高いプランなんですね。でも格安 SIM の中には月額数百円のものもあります。ところがせっかく安いはずの格安 SIM を使うのに、モバイルルーター自体お高いと当たり前なんですけど、総支払い額跳ね上がりますよね。それを月割りすると実は結構な出費額だったりするんですね。自分の使いたいプランが決まったらそこの料金は削りようがないんで、別途購入必要な機器類、僕の場合はモバイルルーターで削るしかなくなってくるわけです。で今回僕が何を言いたいのか、これね自分でもよく分かってないんで、結局最後にだから何ってなりそうなお話です。でもなんとなく言いたいことの雰囲気だけでも伝えたいんで、ちょっと例え話をしてみたいと思います。今回僕が購入したモバイルルーター HW01、 これを使ってプララモバイルを利用した場合の月額料金と、これに乗り換える前に使ってた YMAX2 プラス、これをもしも今からまた契約した場合の月額料金、これを比較してみたいと思います。これあくまで例え話です。前に僕がお世話になってたラクーポンさん、2年縛りの途中解約には高額な手数料発生するんですけど、毎月の支払い料金では一番安いかと思います。機種は最新の HWD15 で、ラクーポンさんの場合は本体代は無料です。で実はラクーポンさんってちょっとややこしくて、2年縛りと思われがちなんですけども、解約手数料かけないように解約するとなると、実利用期間は25ヶ月となります。で最後の月だけ割引前の月額利用料金がかかります。それではまず25ヶ月分の総支払い額を計算します。月額 2150×24 イコール 51,600、 これに最終月の割引前料金4073円を足します。そこに開通手数料3240円を足すと、合計 58,913 円となります。これを25で割ると、四捨五入して2357円となります。実質2357円毎月かかるということです。僕が利用しているプララモバイル LT、 これ月額2980円です。契約時に開通手数料3240円がかかります。でこれをラクーポンさんに合わせて25ヶ月使ったとします。そこに実費で購入するモバイルルーターの金額を足して、25で割ったものを月額利用料とします。まあ厳密に言えば、さらにそのルーター売却したりすれば軽減されるんですけど、ちょっとそこは省いて計算してみたいと思います。 2980×25 イコール 74,500 です。そこに開通手数料3420円を足して、さらにルーター代1万6000円を足します。すると合計金額が9万3920円となります。これを25で割ると、四捨五入して3757円となります。実質3757円毎月かかるということです。はい、どうでしょうか。くれぐれもこれ例え話です。実際プララモバイル LT には縛りもないし、ラクーポンさんや YMAX を押してるわけでもないんですね。
ただこの計算でいくと約2年間使用した結果、プララモバイル LTE 定額無制限プランをモバイルルーターで使用した場合、月額は3757円、ラクーポンさんで YMAX2 プラス使用した場合は2357円、実質の月額料金はこれだけかかるわけです。その差額は月額1400円となります。2年間で 33,600 円も違ってくるわけです。はい、これあくまで例え話です。でもなんとなく感じることはあったかと思います。そもそも月額あんまり安くないプララモバイル LTE、 そこにさらに端末代を乗せると結構な出費となるわけです。でこれ月額いくらって考えるよりも総額いくらかを考えることも大切だと思います。特に2年縛りのあるプランの場合、今回例に挙げたラクーポンさんのプランで言えば 58,913 円の商品を2年ローンで買うことと似てるとも言えます。で逆に縛りはなくても、仮に格安 SIM が月額500円、開通手数料が3240円だったとします。これを単純に24ヶ月使用したとしたら 15,420 円です。ただこれに今回僕が購入したモバイルルーターを使用したとして 16,000 を足してみると、実質月額1309円ほどになります。そうなんです、今回全くオチはないです。でもちょっとまとめると、どの会社にしろ縛りのあるプランのものは総支払額を一度計算して、そのローンを組むようなものだと考えた方がいいこと、そして縛りがないものは使用機器が実費になるケースが多いので、それも計算に入れること。でどちらにしても、それが自分の求めていたサービスに見合う金額かどうかを吟味することが大切だと感じてます。以上です。以上です。以上です。はい、ということで今回はこれから使っていくモバイルルーターポチりましたっていうご報告と、だから何ってなるお話でした。またもし僕の選んだドコモ HW01F に関して、それ大丈夫みたいなご意見やアドバイスなんかありましたら、コメント欄にいただけるとありがたいです。特に問題なければ次回開封動画上げたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。